桜できた。できました。さあ、今日も始まりました。はい。ジョン・クローズオリンピック第1競技、飲み物トライアスロンリレー。うわあ。もうちょっと元気よくさ。3本の飲み物を用意します。その飲み物っていうのがお茶、その真ん中2本目は炭酸水、ウィルキンソンだったらもう何でもいいです。で、3本目は炭酸が入ってない飲み物、お茶、炭酸、ジュースという順番で競い合いたいと思います、はい、で、今回の大会の参加者が僕入れて2人なのでここで勝負をしていきたいなと思います。いいね。今大会の思い込みや、なんか取る思い込みや、意気込みやね、うん、まあこれも以前のじゃがりこのようにワールドレコードを今日作っていくわけですが、まあ頑張っていきましょう。キャップ開けてない状態でお願いします。 1.5 リッターだ、きつい。よーい、ドン。ギッツやばいなこれ。やばこれ。うぅ、出すなよ、出すな。お前まだ500とちょっと、500とちょっとじゃねえかよ。最近尽くしてるんですよね。いや、自分のペースでやってくれ。入っちゃダメよ、絶対入っちゃダメだからね。変な音鳴ってる。気持ち悪すぎて鳥肌立ってた。なんちゅう無茶な企画持ってくんだよ、自分に対して。意外といけると思うんだけど、いけると思うね。いけると思って俺頑張ったじゃねえかお前。頑張れ頑張れ。乾燥することには意味がある。わかった、トライ。鳥肌やばやば。挑んでるな自分の限界に。危険というものがあるのか。絶対やめよ。絶対許さないからね俺。悲鳴上げてる俺の胃が。限界だ。限界が近いぞ。鳥肌がギブ。おお、いたいたいた。ちなみに今ちょうど10分6秒。10分超えた場合は危険になります。終了。両自由のお茶、ウィルキンソン早飲みのタイムは
10分13秒91でございます。ちなみに本来の企画である飲み物トライアスロンゼッキの記録は一番下ですね、1分25秒31でございます。足頑張ったんだけどねこれ飲んじゃった方がいい？え、別に飲まなくてもいいんじゃない？飲んだらゼッキがもっとすげえってなるチャンネル登録お願いします。お願いします。なんか違う